今日はこうした情勢の中で中国が行った第1回から3回までの原爆実験の現場にタイムトラベルいたします。原爆実験の成功をたたえ被害の結果がほとんど報告されないこうした作品には違和感を覚える方も多いと思います。この作品は中国で制作され報道されたものです。この実験の後中国政府は自分の国の防衛のためでありアメリカの核の脅威に手をこまねえていることはできない、中国が核を持つのは核大国の核独占を打ち破り核を消滅するためであると発表しました。昨年のインド・パキスタン核実験成功後の発表内容とも似ています。タイムトラベルは過去の出来事を見ていただいていますが、核の問題は過去のことではありません。核を持つ国はますます増え世界の不安材料となっています。またこの作品ではプロパガンダ政治宣伝のコメントがよく出てまいります。1966年の制作ですから中国の国内外の情勢は現在とは随分違っています。日本でも戦時中などに見られたようにコメントにもその国の状況が反映されていることをお分かりいただけると思います。毛沢東主席は語る。内外の超反動主義者は我々を恐れている。彼らがあれもこれもしてはいけないという時は無視をしなさい。中国の人民は不当不屈の努力で着々と目標に向かって前進するのだ。太陽は毎朝東から昇る。赤く染まった光線、我らは太陽によってさまざまな形を作り出す。我が国の偉大なる先生でありリーダーであり司令官であり舵取りである毛沢東主席は赤い太陽である。中国共産党のリーダーシップの下で社会主義国建設を進める。党の努力によってより優れより早い経済的発展を目指す社会建設の大方針の下で階級闘争、生産向上のための戦い、科学実験の三大運動を中国人民は前進させ成功を収めてきた。我が中国人民の広大な国土は革命的エネルギーにあふれている。豊かな米の実りに笑顔があふれる。農民は歌う。度胸を持って大規模な事業を進めることを学ぶ。辺り一面に咲く赤い花を収穫しよう。生産の前線にいる産業労働者たちは革命のために全力を尽くし、外国からの悪影響を受けないよう自分たちで産業発展に励んでいる。最大の努力を尽くすことに挑んでいる。この精神は国全体に及ぶ。我が国の革命的情熱は確実に燃え上がっている。そしてさらに新たに加速させよう。一段階上に上がろう。さらなる発展の可能性が開けている。国家防衛産業を毎日千里のスピードで進めている中央委員会の毛沢東主席や林彪同志らの素晴らしいリーダーシップの下で、
and Comrade Joe and Lai is progressing at 1,000 li a day.我が国の最初の原子爆弾の実験準備が猛スピードで集中して進められている。毛沢東主席の考えが全ての行動を指導する。林彪副主席の呼びかけに応じて同志たちは毛思想の赤い旗を高く掲げる。毛主席の思想を学び、それを応用して実施に移し全力を尽くす。生産の前線では兵士たちが激しい風や砂嵐をものともせず、朝から夜まであらゆる難問を克服してさまざまな建物や設備を作り、原爆実験のために働いている。科学者や技術的専門家は、精巧な機械がない場合は粗末な器具を工夫利用して科学的分析の準備を進める。我が国の労働者や技術者、科学者、役人、人民解放軍の軍人たちが一団となって大量の器具を製造するために力を合わせるのは画期的なことである。今見ているように実験に向けてさまざまな機械の最終チェックが行われる。ここに並べられている器具は実験のあらゆる結果を正確に計量する。毛主席は、敵が刀を研いで戦いの準備を行うのであれば我々も研がなければならないと教えている。原爆を持つだけでなく、敵からの原爆の脅威があれば敵を破壊し我々を守る知識を身につけなければいけない。実験の準備ができた同志たちがトレーニングを行っている。毛主席教導我们、毛主席の思想で武装された戦士たちはいかなる困難も恐れない。トレーニングでは灼熱の砂漠を最も暑い時間帯に歩く。任何困難也难不倒用毛泽东思想武装起来的战士。他们选择了最热的时刻，在滚烫的沙漠里长途行军进行锻炼。トレーニングではどれだけ汗を流せばよいのだろうか。激しい戦闘で鍛えられた彼らは我々の軍の栄光ある伝統を守り、断固たる決意を持って常に活気ある革命的精神を保持している。文化芸能の同志たちはこの地域に深く浸透し、さまざまな政治宣伝活動を行っている。